はい、それでは時間になりましたので、チームクラスの予備予選スタートしていきます。1組目、節也さんと小山さんのヒートからです。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースをオープンします。出走ドライバーは節也 HM 小山。はい、それではまずポンダーの確認からお願いします。はい、小山さん OK です。10.92。はい、節也さんもポンダー OK です。11.08。はい、それでは行きましょう。プラクティス終了です。出走順は1人ずつ、節也さん、小山さんの順です。それでは2分間のベスト1ラップで争う予備予選スタートします。レースを開始します。4、3、2、1。節也 HM スタート、小山やスタート。はい、結束開始しました。このクラスのコースレコード、節也さんが持っています。8秒87。これは現在のコースレコード。さあ、1周目、節也さん、9秒41。小山さんが9秒88。さあ、2周目、節也さんが9秒24。小山さんが9秒74、自己ベスト。さあ、2分間のベスト1ラップで予選の組み合わせを決める予備予選を行っています。小山さん、自己ベスト9秒50。さあ、節也さん、8秒台入ってきた、8秒98。節也さん、8秒89。小山さん、9秒37、自己ベスト。さあ、節也さんが自身が持つ自己ベスト近いタイムを出してきています。現在のコースレコードは8秒87です。それに迫る8秒89出ています。トップの節也さん。さあ、1分経過、残りが1分です。小山さん、9秒36自己ベスト。小山さんは前回のレースでこのクラス9秒39のベストを残してますから、それを上回るタイム今日出しています。9秒36。残りが間もなく30秒。さあ、小山さんも自己ベストを超えたタイムを出しています。さあ、残り間もなく20秒。さあ、小山さん9秒24、自己ベストを更新。さあ、このヒートトップタイム、節也さん8秒89、5周目に出ています。続いて小山さんが10周目にマークした9秒24。さあ、間もなく時間となります。タイム、アップするまでこう、タイム有効です。小山はゴール、はい、小山さんゴール、レース終了です。ゴール、全車ゴールです。マシンを回収してください。このヒートトップは節也さん8秒89、小山さんが9秒24でした。はい、それでは続けて予備予選の2組目コースオープンします。森本さんと東さんのプラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースをオープンします。出走ドライバーは森も HM 日暮 LM。 はい、森本さん OK。
はい、全車ホンダ OK です。17.03。 大丈夫か。はい、それでは行きましょう。プラクティス終了です。出走順は1人ずつ、森本さん、日暮さんの順です。それでは2分間の予備予選2組目スタートします。レースを開始します。4、3、2、1。森も HM スタート、日暮 LM スタート。はい、計測開始しました。現在のトップタイム、節也さん8秒89です。最終、森本さん9秒37、日暮さん1周目は11秒8です。森本さん9秒26、これは全体でどうだ、全体で3番手タイムですね。45秒経過して、このヒートトップタイムは森本さん9秒265、総合3番手タイムです。続いて日暮さんが11秒84出ています。さあ1分経過、残りが1分。さあ残りが45秒です。日暮さん自己ベスト更新11秒16。日暮さん11秒09自己ベスト、残りが30秒。さあ残り間もなく15秒です。さあ間もなく時間となります。コールがあるまでタイムは有効です。LM ゴール、日暮さんゴール、レース終了です。ゴールです。マシンを回収してください。9秒265、日暮さんが11秒09でした。はい、それでは予備予選の3組目コースオープンします。もう帰る時間、じゃあ ここ終わったらいい、あと2分、うん、ラスタさんと高木さんのヒート。プラクティス時間は2分。コースをオープンします。出走ドライバーはラスータ HM TKG がベストとの記録が残っています。はい、高木さん OK です。さあ現在トップタイムは節也さん8秒89です。2番手が小山さん9秒24、3番手森本さん9秒26、4番手が日暮さん11秒09です。11.43。9.69。
9.74。 はい、全車ポンダ OK です。10.38。 はい、それで行きましょう。プラクティス終了です。出走順はラスタさん、高木さんの順です。それでは2分間の予備予選スタートします。レースを開始します。4、3、2、1。ラスータ HM スタート、 DKGS スタート。はい、計測開始しました。1周目ラスタさん9秒97です。1周目から前回のベストを上回るタイム出しています。さあ高木さん1周目15秒台。さあ高木さん9秒68自己ベスト。高木さん9秒52自己ベスト。さあ1分経過、残り1分です。このヒートのトップは高木さん9秒52、ラッサさんが9秒97出ています。さあ残り間もなく30秒です。さあ高木さんは現在総合で4番手のタイム、ラッサさん総合5番手タイムです。残りが間もなく15秒。さあ間もなく時間となります。コールがあるまでタイム有効です。DKG ゴール。高木さんゴール。レース終了です。ゴールです。この日マシンを回収してください。高木さんが9秒52、ラッサさんが9秒97。はい、それでは予選の組み合わせを作ります。はい、今予選の組み合わせを印刷しています。では予選は4時20分からスタートします。予選1組目4時20分スタートです。高木さん、ラスタさん、日暮さん、この3名からレーススタートします。
い、予選1回前4時20分からスタートします。何気にちょっと今日小山さん調子いいですね。いつも言ってくださいよ。今日は。いやベストだけですね。いやそうかそういうこと。前回は18周5秒ですね。節也さんが20周0秒なんで。一さんが前回19周15秒。19はそんなにないですか。そうですね、一さんだけ。うん。まあミスなくや押していけば19周になっちゃう。はい、それでは時間になりましたので予選の1回目スタートしていきます。それでは1組目、高木さん、ラッサさん、日暮さんのフラクティススタート。フラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーは TKG ラスータ HM 日暮 LM。はい、高木さん OK。 ラッサさん OK です。東さんも OK、 全車 OK。 10.46。 11.29。 10.56。10.02。9.88。
14.62。13.67。はい、それでは行きましょう。プラクティス終了です。はい、今度は3分間の周回レースになります。出走順、高木さん、ラッサさん、日暮さんの順です。それではスタートします。レースを開始します。4、3、2、1。 DKGS スタート。ラスータ HM スタート。日暮 LM スタート。はい、全車計測開始しました。このクラス3分間のコースレコードは哲也さんが持っています。20周の0秒。さあ1周目、高木さん9秒89、ラッサさんが11秒72、高木さん9秒61自己ベスト、日暮さん1周目は15秒9、さあラッサさん10秒34自己ベスト。さあラッサさんは前回のレースで16周3秒というベストを残っています。ラッサさん10秒34自己ベスト出ています。日暮さんが11秒64が自己ベスト。さあトップ高木さんです。1周目からすべて9秒台でまとめてきています。2位がラッサさん、3位が日暮さんです。さあ1分経過、残り2分です。現在トップ高木さんは1人7周目走行中、2位のラッサさんが今6周目に入ったところ、3位日暮さんは5周目に入ったところです。高木さん自己ベスト9秒61。さあラッサさん10秒20自己ベスト。さあラッサさん予備予選では9秒台出ていましたのでまだいけるはず。残りが間もなく1分30秒になります。さあラッサさん9秒台入れてきた。9秒93。さあ折り返しの1分30秒経過しています。トップ高木さんゴール予想は19周5秒近辺、2位ラッサさんが16周4秒近辺、日暮さんが13周の2秒近辺がゴール予想と出ています。さあトップの高木さんが12周目に入った。この周ちょっとロスがあった模様。さあ残り1分です。残りが1分。さあ高木さんまた9秒台にラップタイム戻してきています。ゴール予想も19周変わっていません。さあラッサさんがここ数周ラップを上げてきています。自己ベストに迫るペースまで上がってきているようです。さあ残りが間もなく30秒になります。ありがとうございます。さあ残り30秒来ています。トップの高木さんが16周目に入った。ラッサさんが今13周目入ったところ、日暮さんが11周目です。さあ高木さん依然として19周ゴール予想出ています。8秒近辺で帰ってきそう。19周の8秒近辺。さあ赤いマシン高木さん18周目に入った。まもなく時間となります。コールがあるまで走ってください。 TKG ゴール高木さんゴール、ラスータやチームゴール、日暮さんまだ。レース終了です。ゴールです。マシンを回収してください。18周2秒、ラスタさんが15周3秒、日暮さんが13周の9秒でした。はい、それでは予選2組目コースオープンします。プラクティススタート。節也さん、プラクティス時間は2分。コースをオープンします。出走ドライバーは節也 HM、 小山森も HM。 はい、森本さん OK。 これの6ミリまだ入ってこない。6ミリは入ってこない。うん、長いやつなんか大工綺麗になってる。そうずっと注文入れてんだけど、うん、はい、小山さんポンダ OK です。
さあ、このヒートはコースレコードホルダーの節谷さん出てきます、現在のコースレコード20周の0秒です。はい、全車ポンダー OK です。はい、それでは行きましょう。プラクティス終了です。出走順1人ずつです。節谷さん、小山さん、森本さんの順です。それでは予選の1回目スタートします。レースを開始します。4、3、2、1。節谷 HM スタート、小山 R スタート、森も HM スタート。はい、全車計測開始しました。現在のトップタイムは高木さんの18周2秒です。さあ、1周目節谷さん9秒05、小山さんが9秒69、森本さんが9秒74。さあ、2周目小山さん9秒59、自己ベスト。さあ、小山さん9秒30、自己ベスト。さあ、節谷さんが8秒台できた、8秒90、森本さんが9秒67です。さあ、現在トップは節谷さんです。6周目に入ったところ、小山さんが2位、3位森本さんと結構差がついているようです。2位小山さんが単独2位という感じ。森本さん前、小山さんと5秒差です。森本さん9秒20自己ベスト。さあ、1分経過、残りが2分です。さあ、2位小山さんはトップとの差が 3.5 秒です。さあ、現在節谷さんは8秒86、にこれはコースレコードです。コースレコード更新してきた節谷さん、8秒86に出ています。順位2番手は小山さんです。3番手が森本さん。さあ、ここで折り返しの1分30秒経過したところです。さあ、ゴール予想を見てみると、節谷さんが20周0秒なので、コースレコードとほとんど同じペース。2位小山さん、ゴール予想が19周3秒、森本さんはゴール予想が15周近辺と出ています。さあ、節谷さんコースレコードを塗り替えてきた、8秒84、残りが1分です。さあ、節谷さんはもう自分との戦いになっています。現在わずかながらコースレコードを上回るペースで走っています、節谷さん。さあ、8秒834、再びコースレコード更新、トップのマシーン。16周目、残りが40秒。さあ、節谷さん8秒811、コースレコード更新。小山さんもこのペースでいくと、前回レースでマークした、ベスト1周丸々は回ってきます。残りが20秒。さあ、ここに来て節谷さんペースアップ、21周のゴール予想に上げてきた。残りが間もなく10秒。さあ、小山さん19周入った、節谷さん20周入っています。さあ、節谷さん21周目入った、ここで間もなく時間となります。コールがあるまで走ってください。小山さんゴール、節谷 HM ゴール、はい、終了です。ストップはマシンを回収してください。節谷さん21周8秒、2番手小山さん自己ベスト19周の2秒、3番手が森本さん14周の6秒でした。で、予選の2回目10分置きます。あとでいいんですけど、はい、X の4番、割れてる、割れちゃった。10分後、40分から予選2回目スタートします。予選の2回目は、4時40分スタートします。
はいはい。原因をこれミットにしましょうか。さっきそれを1個あげたんですか、はい、ちょっとこれで外して、はい、どうか普通にちょっとやってみて、はい、はい、予選2回目5分後40分からスタートします。
あ、今計測してないです。はい、それでは時間になりましたので予選の2回目始めていきます。それでは1組目からコースオープンします。日暮さん、ラスタさん、高木さんのヒット。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースをオープンします。出走ドライバーは日暮 LM、 ラスータ HM、TKG。 チェンジしないのバッテリーいいですか。3分。はい、高木さんポンダ OK です。さあ、高木さんは今日1周のベストは9秒524が出ています。9.84。 はい、日暮さんポンダ OK。 日暮さんは今日のベストタイムは10秒748です。9.86。10.56。9.66。9.65。ラスータ、ラスータ、すいません、なんかペアリングしたくなっちゃった。何してるんですか。ちなみに高木さんさっき9秒41自己ベストで9秒41。久しぶりにそのアナウンスができて嬉しいでした。あ、待って、あ、もう一回お願いします。はい、 OK、 全勝 OK です。プラクティス終了です。はい、それでは予選の2回目いきます。出走順、今度逆順になります。日暮さん、ラスタさん、高木さんの順になります。それでは予選の2回目スタートします。レースを開始します。4、3、2、1。日暮 LM スタート、ラスータ HM スタート、 TKG スタート。はい、全車計測開始しました。1周目ラッサさんが12秒2、日暮さん13秒5、高木さん9秒7。
さあ2周目、ラッサさんが10秒72自己ベスト、日暮さんが12秒0。さあ現在トップ高木さんです。2位ラッサさんと 3.5 秒の差をつけています。さあ1分経過です。トップは変わらず高木さん1人、7周目入っています。2位のラッサさんこれ入ってトップ同一周回 9.7 秒差、自己ベストが10秒59。日暮さん現在1周遅れの5周目走行中、ベストが11秒19です。さあ高木さんちょっとタイムロスがあったようで、2位ラッサさんとの差が 2.3 秒に縮まってきています。さあラッサさん10秒58自己ベスト。さあラッサさん10秒15自己ベスト、日暮さんが11秒16自己ベスト、残り1分です。さあ現在トップ高木さんです。2位ラッサさんが 1.5 秒差で追いかけています。さあラッサさんベスト9秒台入ってきた、9秒93、読んでない、確かにこれ、あ、じゃあ OK、 はい修正します。さあ残り間もなく30秒です。現在トップ高木さん14周目、2位ラッサさんと1周の差をつけています。1周ちょっと読んでなかったラップがあったので修正しました。3位が日暮さん、前ラッサさんと2周の差がついています。さあ残り間もなく15秒、高木さんここで自己ベストを更新、9秒70。さあ間もなく時間となります。コールがあるまで走ってください。日暮LMゴール、高木さんまだ、高木さんまだ、はい、レース終了です。高木さんが18周9秒、ラッサさん16周6秒、日暮さんが13周の5秒でした。さあこれで高木さんが総合3番手に上がってきています。4番手がラッサさん、はい、それでは予選の2回目の2組目コースオープンします。よいしょ、森本さん、小山さん、節也さんのヒート、プラクティス時間は2分、コースをオープンします。出走ドライバーは森も HM、 小山、節也 HM。はい、小山さん OK。 はい、森本さん OK です。緊急メガニック、まるでダメです、まるでダメ、12.17。はい、全車ポンダ OK です。
はい、それでは行きましょう。プラクティス終了です。出走順逆になります。森本さん、小山さん、節也さんの順のスタートです。それでは予選の2回目3分間スタートします。レースを開始します。4、3、2、1。森も HM スタート。小山やスタート。節也 HM スタート。はい、全車計測開始しました。1周目森本さん9秒55、小山さんが9秒51、そして節也さんが9秒02。2周目森本さん9秒31、自己ベスト。節也さんが8秒87、自己ベスト。さあ現在トップは節也さんですね。2番手が森本さん 1.3 秒差、3番手小山さんが 0.4 秒差です。さあ森本さん、この週ちょっとタイムロスがあった模様。小山さんが2位に浮上しています。トップとの差が 2.6 秒、森本さんは 0.8 秒差で3番手。さあここで時計が1分、残りが2分です。さあ2位争い、小山さんと森本さんの差が 0.2 秒です。現在の週は小山さん 2番手をキープしています。おっと、節也さんが走行をやめているようです。この予選は周回数を諦めた模様。ここでトップが森本さんに変わっている。2位が小山さん 0.5 秒差。さあここで折り返しの1分30秒です。トップ森本さん、ゴール予想が19周2秒、小山さんが19周3秒と出ています。さあ小山さん9秒49、自己ベスト更新です。さあこのペースでいくと森本さんが総合でも2番手に上がってきます。小山さんと2秒の差をつけるゴール予想になっている。さあ一方ここ数周見ますと小山さんタイムが非常にトップ、森本さんとの差を詰めてきている 0.8 秒差。さあ残り1分、小山さん9秒396、自己ベスト前、森本さんとの差が 0.7 秒。負けじと森本さん自己ベスト9秒30、小山さんとの差を1秒1に広げている。残りが間もなく40秒。さあ小山さんもラップタイムを上げてきている。前森本さん追い上げます。残り30秒切ってます。さあトップのマシーンが17周目、小山さんも今17周目。さあトップの2台森本さん小山さんは19周、合流走と出ています。さあ間もなく時間となります。コールがあるまで、走ってください。森本 HM ゴール、森本さんゴール、最終周森本さん9秒26、ゴールスト小山さんゴール。レース終了です。マシンを回収してください。トップは森本さん19周0秒なので総合2番手に上がってきました。小山さんが19周2秒4なのでタイムアップは残念ながらならず、3位節也さんは15周の2秒でした。はいはい、それでこれで、ここで、黒いやつ。RM の4番でいいですよね。
はい、予選の3回目は5時5分スタートします。何ぶっ壊した？京都の3つの店行ってるんですよ。それを取りました。はいはい。やっぱりあれですかね。あのバッテリー前ですかね。あれはでもあの状況だけです。どうだよね。バッテリーは前の前にしてる人結構いるよ。うん。うんうん、日本の路面じゃ多分ない。ないあれば。結構あのチャンスも結構来てるんだけど。ああ、いいですね。うん。はい、予選3回目は5時5分、5分後スタートです。スターまともに走りたいでしょ。そうだね。そうだね。えらいのんびりやな。意外といいから穴開けてたから。
グリーンパークなんて、あ、秋田さん作ったんですか。司会の内緒に作ったんですか。1分で直せるのか無理だ延長する日暮さんどうする？何分ぐらい待つ？いやもう大丈夫。大丈夫？はい。はい、それでは時間になりましたので予選の最後3回目ですね。始めていきます。一組目からコースオープンします。高木さん、ラスタさん、プラクティススタート。日暮さんのヒート。プラクティス時間は2分。コースをオープンします。出走ドライバーは TKG、ラスータ HM、日暮 LM。決勝どうしようかな。6名だ。はい、高木さん、ボンダー OK です。
はい、日暮さん OK。 30.35。 はい、全車ポンダー OK です。 10.49。 10.00。 9.91。 12.01。 日暮さん、今日のベストは出てます。 10.08。 早い。12.38。はい、それでは行きましょう。プラクティス終了です。出走順1人ずつ、高木さん、ラッサさん、日暮さんの順です。それでは予選の最後3回目スタートします。レースを開始します。4、3、2、1。 TKG スタート。ロスータ HM スタート。日暮 LM スタート。はい、計測開始しました。1周目、高木さん10秒10、ラッサさん11秒50、日暮さん11秒05。さあ、1周目は高木さん、日暮さん、ラッサさんの順。2周目、高木さん10秒00、ラッサさんが10秒88、日暮さん11秒47、高木さん9秒85、ラッサさんが10秒11。さあ、この週ラッサさんが2番手に上がってきています。3番手日暮さんとの差が 3.8 秒。さあ、高木さん9秒78、トップを独走しています。総合で見ると前、小山さんが19周出してますので、高木さんはなんとか19周乗っけていきたいところ。残りが2分です。トップの高木さん、2位ラスタさんと 4.7 秒の差をつけている。1人8周目走行中。日暮さん自己ベスト10秒67は、自己ベストを更新しています。日暮さん、ラスタさん10秒10自己ベスト。さあ、日暮さんが前、ラスタさんとの差が 5.8 秒というところで走っています。トップの高木さんが9秒76自己ベスト更新。2位と1周の差をつけている。日暮さん自己ベスト10秒63、前ラッサさん追います。その差がおよそ5秒。さあ、折り返しの1分30秒経過しています。トップの高木さん19周ゴール予想乗っけてきている。さあ、2位ラッサさんも自己ベストとなる17周ぐらいで帰ってきそうです。さあ、残り間もなく50秒というところ。トップの高木さん14周目に入ったところ、ゴール予想は19周です。ラッサさんが現在1周遅れの2位。3位日暮さんはラッサさんと1周の差がある。さあ、残りが間もなく30秒です。トップの高木さんが15周目からストレートを抜けて、これで17周目ですね。17周目です。2位ラッサさんが今16周目に入ったところ、日暮さんがこれ入って14です。さあ、それぞれが1周の差をつけて走行しています。まもなく時間となります。コールがあるまで走ってください。さあ、トップの高木さん、これで19周入った。1秒残し。ラッサさんが18周目に入った。日暮さんが15周目。 TKG ゴール、高木さんゴール、ラッサさんゴール。日暮さん入ってない。最後転んじゃったんじゃないかな、うん、レース終了です。マシンを回収してください。
はい、トップ高木さん19周9秒、2番手ラッサさん自己ベストとなる18周の9秒、3位日暮さんが14周の途中リタイアという、結果になりました。はい、それでは予選の最終ヒートコースオープンします。プラクティススタート、森本さん、小山さんのヒート、プラクティス時間は2分、コースをオープンします。出走ドライバーは節谷 HM、 森も HM、 小山。今日は決勝レースは6人全員ということにしました。全員決勝。これが終わるのが大体20分ぐらいでしょ。ここから5分後で最短で25分ぐらいスタート。すいません。はい、それではポンダーの確認お願いします。節谷さん、森本さん、小山さんのヒート。はい、節谷さん、森本さん、 OK です。すでに予選1、2、3位を決めた3名による予選最終ヒートです。トップの節谷さんが21周の8秒、これコースレコードです。森本さんが19周の0秒、小山さん19周2秒がここまでのベスト。全車ポンダ OK です。はい、それで行きましょう。プラクティス終了です。出走順、節谷さん、森本さん、小山さんの順です。節谷さんトップスタート、森本さん、小山さんの順。それではスタートします。レースを開始します。4、3、2、1、うん、組み替えがあったの。節谷 HM スタート、森も HM スタート、小山がスタート。はい、全車計測開始しました。見どころは2番手争い、森本さんと小山さんになると思います。1周目、瀬田さん9秒27、森本さん9秒80、小山さん9秒75。1周目は瀬田さん、小山さん、森本さんの順。2周目、瀬田さん9秒09、森本さんが9秒42、小山さん9秒71、森本さんがこの週2位浮上。3周目、瀬田さん8秒98、森本さん9秒26、小山さん9秒54、順位変わらず。2番手争いは 0.5 秒差。さあ現在トップ節谷さんです。森本さんとの差が 1.5 秒、そこから 0.5 秒遅れて小山さんが3位、節谷さん8秒91、小山さん9秒40、自己ベスト。さあなんとこの3名全員が20周ゴール予想現時点で出ています。節谷さん8秒88、自己ベスト。さあ小山さん、ちょっとこの週、ロスがあった模様に森本さんと 1.8 秒差、ついています。一方に森本さんはトップとの差が3秒。さあトップの節谷さんが10周目に入っています。森本さんと1周の差は今同一周回ですね、 3.8 秒差。3位小山さんは森本さんと同一周回 2.1 秒差。小山さん自己ベスト9秒215はこのヒートの2番手タイム。さあ小山さんペースを上げてきた、森本さんに近づいています。さあ今週見てみましょう。 1.9 秒差、ちょっとこの週ロスがあったか、 1.9 秒差です。2位、森本さんと小山さんの差。
おっとこの週森本さん少しロスがあった。小山さんが 0.8 秒差まで詰めてきている。残りが1分。さあ2位争いやはり激しくなっています。 0.2 秒差です。森本さん2位、小山さんが3位で 0.05 秒差、100分の5秒差。残りが40秒あります。さあこの週小山さん2位浮上、3位森本さんと 0.3 秒差。さあ残り20秒、小山さんもこのペースでいけば自己ベストを更新してきそう。さあ総合でも2番手に上がってきそう小山さん。さあ間もなく時間となります。コールが鳴らしてください。節也さんゴール、小山はレース終了です。マシンを回収してください。トップは関谷さん19周0秒、2位小山さんが19周1秒、3位が森本さん19周4秒です。それでは決勝は全員決勝で1回で25分スタートします。決勝は5時25分スタートします。予選のトップは節也さん21周の8秒でした。2番手に最後、激しい争い制したのは森本さん19周0秒、小山さんは 0.4 秒差で総合3番手、高木さんが19周9秒で4番手、5番手がラッサさん18周、これ自己ベストですね、9秒で5番手につけています。日暮さんは14周の、ラップが今回のベストになっています。決勝は5時25分スタートです。
はい、決勝レースは2分後、5時25分スタートです。はい、決勝レース残りが1分間、25分からスタートします。はい、それでは時間になりましたので決勝レース始めていきます。全員決勝です。出走順は予選、あ、ごめんなさい、立ち位置は、予選の組、成績順で決めてください。節也さん、森本さん、小山さん、高木さん、ラスタさん、プラクティススタート、日暮さん、プラクティス時間は2分、コースをオープンします。出走ドライバーは節也 HM、 森も HM、 小山 TKG、 ラスータ HM、日暮 LM。あ、そうか、かかっとく？10g 違うよ、高いです。はい、それではポンダーの確認からお願いします。森本さん OK。
珍しさん、節也さん、小山さん、高木さん、森本さん、全社 OK。 10.99 10.09 12.57。12.73。プラクティス終了です。森本さん。何色？青。青。三番手この白いの。これ？うん。四番手が高木さんで赤いやつ。高木さんは腰掛かっています。五番手がラッサさんピンク。で六番手は印がないので。印がないので。これ。あ、ちょうどよかったです。はい、藤原さんありがとうございます。石川さんもしよければそこで。いいですよ。すいません。それでは8分間の決勝レース、フライング気をつけてください。レースを開始します。4、3、2、1。はい、大変綺麗なスタートで決勝レーススタートしています。さあ、トップで帰ってきたのは森本さん、節也さん、小山さん、高木さん、日暮さん、ラッサさんの順。さあ、なんと予選 TQ の節也さんが3番手です。さあ、2番手に上がってきた、節也さん、森本さんを追います。さあ、ストレートを抜けてくるこのマシン、これが森本さんです。青いマシン、トップ節也さんとの差が 0.7 秒。3番手高木さん、4番手が小山さん、5番手ラッサさん、6番手に日暮さんです。さあ、節也さんがこのヒートのトップタイム9秒05を出している。森本さんとの差が 0.3 秒。さあ、この週節也さんがトップに変わっています。森本さん 0.3 秒差、高木さん3番手で前との差が 5.3 秒、小山さん4番手 2.2 秒差、5番手がラッサさん 3.4 秒差、6番手が日暮さんは2周の差がついている。さあ、トップの節也さん、自己ベスト更新9秒05。すいません。さあ、森本さん転倒の間に2番手高木さんが上がってきた。3番手小山さんです。4番手にラスタさんが上がっている。5番手が森本さん、6番手が日暮さんです。さあ、混戦の中、トップに返り咲いた節也さん、まだ2分にも満たないところですが、このペースでいけばコースレコードを更新してきます。ベストを9秒03出しています。トップの節也さん1人13周目走行中。さあ、節也さん9秒01再び自己ベスト更新。ラッサさん10秒12自己ベスト、小山さんが9秒31自己ベスト、前高木さんとの差が 0.9 秒。さあ、森本さん9秒14自己ベスト。さあ、ここに来て2番手争いですね。高木さんと小山さん 0.4 秒差で2番手争っています。さあ、高木さん9秒88自己ベスト。さあ、2番手争い、高木さんと小山さん、この週は 0.4 秒差、高木さん9秒80自己ベスト。さあ、小山さんが近づいてきた、 0.3 秒差。今試験を通るこの2台、これが本当、ここで高木さん転倒、小山さんが前に出たようです。小山さん2位浮上。ただ、トップとの差はもうすでに2周ついています。
3位高木さんは 1.2 秒差、そして森本さんが這い上がってきている。4番手森本さん、前高木さんとの差がちょうど3秒、3分経過、残りが5分です。日暮さん自己ベスト11秒22、さあ今度3番手争いでしょうか。高木さんと森本さんがその差 1.6 秒です。高木さん自己ベスト9秒63、ただこの数周見ると森本さんの方がタイムはいいようですね。一気に近づいた 0.3 秒差、3位争い高木さんと森本さん 0.3 秒差、前の週節也さん8秒96自己ベスト。さあここで森本さん前に出たようです。3位浮上、節也さん8秒89自己ベスト。さあここでちょうど折り返しの4分、残りが4分です。トップの節也さん、このペースでいくと52周回ってきそうなので、自身が持つコースレコードを上回ってきます。さあ2位小山さんも前回マークした自己ベスト47周を上回る48周で帰ってきそう。さあラサさん自己ベスト9秒92、節也さん8秒88自己ベスト。さあトップを走る節也さん1人31です。小山さんと森本さんが同時周回で2位争い、1秒差、高木さんは前森本さんとの差が 3.5 秒です。ラッサさんは前高木さんとの差が2周、6位日暮さん前ラッサさんとの差が4周あります。さあ時計ここで5分です。さあ2位争いが激しくなっています。小山さんと森本さん、さあ小山さん、あ森本さんかわしましたね。2位浮上してきています。小山さん3番手。さあそして小山さんを追う高木さんが 3.8 秒後ろにいる。日暮さん自己ベスト10秒94。さあ現在同一周回で争っているのは森本さん、小山さん、高木さんです。森本さんが2番手、小山さんと 0.4 秒差。4番手高木さんが 4.5 秒差、この3台が同一周回で争っています。さあ時計は間もなく6分になるところ、残りが2分です。残りが2分になります。トップの節也さんは1人39から40周目に今入ったところ、残り2分です。さあ節也さんペース上げてきています。53周も狙えるかというところまで来ている。現在のコースレコードは51周です。さあ2番手の森本さん、トップと3周の差がついている。3番手小山さんは 3.4 秒差、4番手高木さんが4秒差。さあ残りが1分30秒。トップの節也さん若干ペースは落としたものの、依然としてコースレコードを上回るペースです。さあ残りが1分です。残りが1分。トップのマシン、白いマシン節也さんが今ストレートを抜け、これで47周目です。2位の森本さんと小山さん、高木さんが44周目に入ったところ。さあ残り45秒。さあ残り30秒です。さあトップの節也さんが50周目に入った。現在のコースレコードは51です。残り20秒。さあ節也さん51周目に入った。さあ節也さんがこれでコースレコードとなる52周に入った。残りが7秒。
小山はゴール、ガスータ HM ゴール、セスヤ HM ゴール、深木さんまだか、セキラさんゴール、木村氏 LM ゴール、TKG ゴール、あと森本さん、あ、転がった、あ、じゃあもう一回通してそこ。レース終了です。マシンを回収してください。セキラさん52周の2秒、これコースレコードです。2位が森本さん49周14秒、3位小山さんが48周0秒、高木さんが48周7秒、ラストさんが40周の1秒、6位日暮さんが37周の6秒でした。サーボセーバースプリングリング、はい、在庫ありますか？全然余裕であります。900個以上あります。100個あります。1000個あったんです。サーボセーバースプリングリング、あれか、RM クラスのレースは6時からスタートします。